Dayak yöketim bazen. Dayak yöketim bazen. Sen bir dikkatli mi? Bence. Sen bir dikkatli. Tabii bir şey フリーザの木は近くには感じないな。最長老さんのところにいるのかな。誰かが飛んでる。やっぱりデンデだ。クリリンさん、ゴハンさん。ああ、それがやっとドラゴンボールが。それでやっぱりそうだと。僕は最長老様に。あれはナメック。それ急ぎましょう。最長老さん。そうか。リターンもつかりなったしゃんってことやらない。ところで、はい、よし、できる。到着、ベジータはど。あ、ね、あいつ、戦ってばっかし。あいつに悟られないよう、そっとドラゴン、シェンロンが出たと。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたい。はい、無理、急げデンデ、早くね。はい、タッカラプトポッポルンガプピリットパロ、光った。あ、空が暗くなった。地球のドラゴンボールと一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ、さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ、さすが本場のジェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ、まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。そんな。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピッコロか？ピッコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いで、この俺を生き返らせるんだ。
俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ホラクサ、ペロプッポー。わかった、一つ目の願いを叶えてやろう。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。は、はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、感傷に浸っている場合じゃない。遠くにとんでもなくでかい、その近くにもでかい木が3つ。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだあのバ。それにドラゴンボールの奴らもいない。あの化け物は、あいつらの言っていたドラ。くそあのガキども。二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか。そんな。はあ。どう。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って。願いは三つまで叶うんです。まだ一つ叶える願いが。バカ、喋るな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。三つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では
て、竜が消え、ドラゴンボールが、あんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザー、やってくれましたね皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか。どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんがむしけらなの。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんのを覚悟しろ。そんな なんて敵だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ、今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい、めったに見られるものではありませんからね。なんて敵だ。気をつけろよ、こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。
何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。己？さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた！クリリンさん！よくもクリリンさん！Je peux pas mettre des commentaires sur l'écran, sinon genre là ça va être plus simple quoi, si je voulais réagir. Donc là je vous prie. クリリンさん！無駄だ。すぐ死ぬ。助けなきゃ。ありがとう。すまんすまん。どうにもパワーが自分をうまくコントロールできないようだ。ただのチビではないようだな。今のはさ、しかし相手が悪かったな。ちくしょう。でかい気がする。かすかお俺とそっくりだ。地球人の言っていた。いろいろと地ならば悪いが、どう鍛錬したかわからんが、真相も元通りの何。再び神のやつと同化して一人になりさえすれば、フリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ、私は今さらどうしよう。そうすればお前のその何貴様と時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。うん、いいだろう。試してやる。貴様に言われるまでもない。ん？おい！ま、なんという力。今行くぞ。Oh, this way you can fight. That's nice. この力があれば勝てる。どんなやつであろうと負けるはずがない。Que je vais apprendre ça là. Else, nah, that's not gonna work. Moi, は今究極のパワーを手に入れたんだ。Yeah.
Zako m'a éliode. Sinon, j'allais partir des casser la gueule des ennemis là. Là où tu vois les trucs en plein en fait. C'est les ennemis genre qui viennent comme ça quand t'es dérangé. Astavullah! D'où est-ce que t'as Bejita? T'as ce qu'il y a? Non, des haïts là! Oh, あいつは少なくとも相当の重傷だったはずだ。二度と復活できぬよう粉々にしてくれる。太陽拳。うわっ、ね、ねが。ベジータ、今だ。攻撃してくれ。Go ahead. よかった、死んでいない。すぐに直してあげるよ。Hey, look at that kid. そういうことだったのか。何してんだよ、ベジータ。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ。驚いたよ、デンデ。ありがとう。頑張って。サイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よーし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。バカな、何か来るぞ。ピカル、待たせし、ドラゴンボールカスではあるか。フリーザ、俺一人で。相手の実力も。これまでのナメック星人とはどこかに違う。とは言っても所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやった。ハッ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 
されたナメック星人の怒りを思い知れ。There we go. Bam. すげえ。いや、それ。だが、想像以上にできるんでな。実力を見せるか。俺も、どう今見貴様は今貴様にも変身だ。よし、先に絶望感を与え、このフリーザはその日の見せてやろう。光栄にをピッコロさん、くそ待て。それより、この俺を半殺しにしろ。今すぐだ。え、ふう、お待たせしましたね。第2回戦と行きましょうか。化け物め。どうに、ちょっと入ってる。光さんから受けたダメージがなくなってる。あっ、チリッチャ。ピッコロさん、Level up. Nice. 俺たちサイヤ人が死の一歩手前、さっさとこの一瞬で治療することのできる。いくら大嫌いなお前だって、もうカカロット。よし、この死殺す前に死よりも今のうち。うすごい、ご飯。何、この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか？すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを？サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだ、フリーザか。変身が完了したんだ。デンデ、お願い、ベジータを直してやって。
チッ、もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿は見えてきたぞ。ラスト。あれがフリーザの正体？小さくなってさっぱりしちまって迫力が。外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうもない。あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。約束でした。地獄以上の恐怖を見せた。な、あれがフリーザの正体か。だが今貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。それ今のかスーパーサー恐怖の宣告。フリーザ最終形態の超パワー。相変わらずカカロット見えてるぞ。少しだけ付き合ってあげようかな。はっとっおっとちょっと本気を出してあげようかな。
そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。くたばれフリーザそんな、俺にはこれが限界だというのか。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったらいつでもどうぞ。Vamos, ah. Diglinger, Freezer. I can't believe it. The power is coming out slowly. I'm afraid of myself.すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。でかい機がいる。誰なんだ。待ってろみんな。そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん、悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット。そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザー、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。スーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザー、
もう貴様はおしまいだ。ザマミア。ノー。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろ。カカロット、まだそんな甘いことをスーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっとなれたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに。貴様の両親も俺の親である王も全員殺され頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天で。やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことは、でっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザをやっつけて。思っていたようにずっと強いのだね。ウォーミングアップはこれぐらいにしようかな。でも僕にはかなわない。オラもだ。カモな。でもわかんねえぞ。君がまだかなりのパワーを残しているとしても、僕の計算では50回差。つまりマックスパワーの半分を出せば、君を宇宙の塵にすることができる。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。
れで半分の力だっちゅうんなら、このまま十兵衛海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20兵衛までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。なんてことだ。て、天使って聞いちゃいねえ。お父さんの気が随分減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。さっきの勢いはどうしたんだ。とうとうパワーを使い果たしてしまったのか。もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだマリタ。
お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ。こいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。あんなところにも全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなもの。こんなもの。こんな。Il a dit. Mais là, sur les pieds, comment c'est pas sûr. Krillin-san, yo, 無事だったか。ピッコロもついてたんだ。クリリンさん、確かに危険を感じます。脅かすなよ。そんなフリーザだ。ピッコロさん、貴様ら一匹残らず生かしては返さんぞ。This is one of the saddest moments in any of this ever. お次はガキの方かな。